ラリー・ウェイン・ジョーンズは、アメリカ合衆国フロリダ州、ボルーシャ軍デランド出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤良ダ。2021年シーズンにより、MLB のアトランタ・ブレイブスの打撃コンサルタントを務める。プロ生活のすべてを、ブレイブスで過ごし、チームの顔と称された、フランチャイズプレイヤーであり、1995年から2005年までの、 ブレーブスの黄金時代を支えた。史上最高の、両、内田社との呼び声がある。父親に非常にそっくりだったため、あ、チップオフジオールドブロックという言葉から、チッパーの愛称で呼び親しまれるようになった。2018年、アメリカ野球伝道入りを果たした。ボールズ高等学校で、投手兼遊撃手として、頭角を表し、アラントランメルやカルリップ兼と比較された。 最終学年となった1990年は、打者として打率、488、5本塁打、25打点、投手として7勝3敗、防御率1.00を記録し、フロリダ州の高校最優秀選手に選出された。1990年の MLB ドラフト一巡目で、アトランタブレーブスから指名を受け、プロ入り。強打を活かすため野手に専念し、参加のルーキー級、 ガルフコーストリーグブレイブスでプロのスタートを切った。痛めた手の回復に宿泊したためバットスピードは本来のものではなく打率229、1本塁打、守備では18失策と振るわなかった。1991年は A 級メイコンブレイブスで打率326、15本塁打、98打点、40盗塁、11三塁打。 1992年は A 級ダーラムブルズと AA 級グリーンビルブレーブスの2球団合計で打率31113本塁打73打点24盗塁123塁打を記録した1993年はトリプル A 級リッチモンドブレーブスで打率32513本塁打89打点23盗塁 12、三塁打の好成績を上げてメジャーに初昇格し、9月11日のサンディエゴパドレス戦で、この年、リーグ2番目の若さでメジャーデビュー。1994年は、開幕前に左膝靱帯断裂のアクシデントに見舞われ、1年を棒に振った。ストライキ明けの1995年は、テリー・ペンドルトンの遺跡に伴い、三塁手へ転向した。 レギュラーの座を確保し、メジャーの新人としては1位の86打点、同じく2位の23本塁打、139安打、73支球を記録し、チームの地区優勝に貢献した。コロラドロッキーズとのディビジョンシリーズでは、第一戦で決勝本塁打を含む2本塁打を放つ。シンシナティレッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率、438の活躍で、 チームは3年ぶりのリーグ優勝。クリーブランド・インディアンスとのワールドシリーズを4勝2敗で制し、結果的に自身最初で最後のワールドチャンピオンに輝いた。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、野も秀夫と14ポイント差の2位に入った。1996年は前半戦で打率、317本塁打、66打点を記録し、オールスターに初選出されて、 先発出場を果たした。後半戦で打率321、出塁率424を記録し、打率309、30本塁が110打点、114得点、出塁率393の高成績で、球団史上1985年のデール・マーフィー以来となる3割30本塁が100打点、100得点を達成した。 チームは、地区連覇を果たし、ロサンゼルスドジャースとのディビジョンシリーズでは、第3戦で前年新人王を争ったのもから2点本塁打を放つ。セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。440の活躍で、チームは、リーグ連覇。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズは2勝4敗で、敗退した。MVP の投票では4位に入った。 1997年は打率295、21本塁打、111打点、アトラン大転後の球団記録となる41に塁打を記録した。夫人以外の女性との間に子供ができたことが発覚したため、1999年開幕直前の3月30日に離婚訴訟となり、プレイへの影響を心配する声があったが、私生活では、 辛い時期だったからこそ、フィールドでは野球に集中した。球場に来た時が一番ホッとした。野球に集中していれば、辛いことは、すべて忘れられたからねと、この集中力で結果を残した。チクニーのニューヨークメッツに一ゲーム差に迫られて迎えた9月21日からの、直接対決三連戦では、初戦で2本塁打を放って、トッドハンドリーが持つスイッチヒッターのシーズン本塁打。 リーグ記録41を更新した。22日23日にも1本塁打ずつ放って、メッツをスイープし、MVP に押す声が高まった。最終的に打率、319、41二塁打、45本塁打、110打点、126支球、116得点、25盗塁、出塁率44、441、 オプス1.074を記録し、史上初となる3割42塁打、40本塁打、100打点、100支球、100得点20盗塁を達成し、チームの3年ぶりのナリーグ優勝に大きく貢献。ヤンキースとのワールドシリーズでは、チーム唯一の本塁打を放ったが、4連敗で敗退した。自身初の MVP に選出され、シルバースラッガー賞も初受賞した。 2000年は2001年から6年総額9000万ドルで契約を延長。2001年まで三類主としての守備率が949で、講師とは言いがたく、ビニーカスティーヤの加入に伴い、2002年からは左翼手にコンバートされた。2004年も開幕から左翼手としてプレーしていたが、シーズン途中で三類へ再コンバートとなった。 8月16日のサンディエゴパドレス戦では通算300本塁打を達成した。しかし同年はキャリアワーストの打率24896打点で連続100打点以上が8年で途切れるなど不本意な成績に終わった。2005年は開幕からサンデとしてプレーし最初の14試合で打率3964本塁打10打点と 順調な滑り出しを見せた。しかし、4月24日の試合で本塁に向けて走る、際に左足を負傷した。6月5日のピッツバーグパイレーツ戦で同箇所を再度、負傷して、翌日から故障者リスト入りし、約6週間の長期離脱を余儀なくされた。8月2日のレッズ戦で、ダイビングキャッチを行った際に右肩を負傷し7試合を欠場するなど、 度重なる故障に泣かされるシーズンであった。しかし8月11日に復帰すると、そこからは2ヶ月弱で打率、310、12本塁打、37打点と、好成績を残し、アンドリュー・ジョーンズやジェフ・フランコ・アラと共に、チームの14年連続地区優勝の原動力となった。2006年は6年契約の最終年で、年俸1700万ドルの予定だったが、 2005年12月に契約を見直し、契約金400万ドル、各年1100万ドルの3年総額3700万ドルで契約延長。開幕前の3月に開催された第一回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。レギュラーシーズンでは6月26日から7月16日にかけて1927年のポールウェーナーに並ぶ。 メジャー対記録となる14試合連続長打を記録した。2007年は出場試合数が3年ぶりに130を上回り、打率337.29本塁打、102打点、キャリアハイの42二塁打、ナリーグトップのオプス1.029を記録した。6月17日には通算2000本安打を達成した。 7月5日には7年ぶりに左右両打席本塁打を放ちデール・マーフィーの持つ1966年にアトランタ一転以降の球団記録を更新している。2008年は4月5月と2ヶ月連続で4割を上回る打率を記録した。6月7日の時点では打率420でこの時点で4割を上回る打率を記録したのはハンク・アーロン、リコ・カーディー、 ロットカルーの3人であった。しかし、6月19日からは、打率4割を下回ることとなった。その後、右足、左が痛裏、右肩などに故障を抱えてプレーすることになり、7月28日には15日間の故障者リスト入りとなった。故障から復帰後は高打率を維持し、9月の月間打率は、408をマークした。シーズン2さんでは、 364の打率を残し、初の首位打者のタイトルを獲得した。2009年開幕前の3月に開催された第2回、WBC のアメリカ合衆国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では1次ラウンド C 組で脇腹を痛め、2次ラウンド2組進出後も症状が悪化したため、途中離脱した。 シーズンでは3月31日には3年総額4200万ドルで契約延長し2012年までブレイブスでプレーすることが決まった2012年3月22日同年限りでの引退を発表したこの年はオールスターにも選出されたジョーンズの背番号10アトランタブレイブスの永久欠番に2013年指定引退の翌2013年2月 ブレーブスはジョーンズの背番号10を永久欠番に指定することを発表した。ちなみにブレーブスの永久欠番選手でキャリアをすべてブレーブスで全うしたフランチャイズプレイヤーはジョーンズが初めてであった。2018年1月25日、資格取得1年目でアメリカ野球伝堂入りを果たす。得票率97.2%という圧倒的得票での伝堂入りであった。 2021年シーズンからは、ブレーブスの打撃コンサルタントとして、現場復帰する、メジャーを代表する強打のスイッチヒッター。スイッチヒッターとしては、ミッキーマントル、エディマレーに次ぐ、歴代3位となる通算468本塁打を記録し、400本塁打超えで、打率3割以上を残している、唯一の打者。また、出場戦試合以上で、通算の打率、 出塁率、長打率がそれぞれ3割、4割、5割を超えている唯一のスイッチヒッターである。一方、卓越したミート力や非常に優れた選球眼で通算の子宮が三振を上回っている数少ない選手でもある。2018年にアメリカ野球伝堂入りを果たした際には左右両方の打席で堅実な打撃を求めていた。 通算で三振より支給が多いのは自分にとってよかったことと述べている。2004年から2008年には怪我の影響で欠場が増えているが、2006年にはメジャー対記録の14試合連続長打。2007年はオプスがリーグ1位。2008年には首位打者に加え出塁率もメジャー全体トップ。オプスはなリーグ2位を記録するなど、年齢を重ねても打力は衰えていなかった。 本名は先日のように、ラリーだが、あだ名だけでなく公式登録名も、チッパー・ジョーンズなのは、本人が、ラリーという名前を非常に嫌っているためである。嫌っている理由は、アメリカの著名なコメディーグループであるサンバカ大将のメンバーの一人で、お茶の水博士のような独特なヘアスタイルと、大げさなリアクションで人気だった、ラリーと同名であり、これが原因で幼い頃からからかわれ続けたためである。 これを逆手にとって、打球団のファンが、ラリーと呼んでやじることがしばしばある。1964年から2008年までメッツの本拠地だった、シェイスタジアムで好成績を残したことから、同球場を気に入っており、三男にシェイと名付けた。ありがとうございます。